はい、今日は3月29日、今午後5時50分です。31日のもみまきの準備で、昨日の晩から今日晩っていうか昨日の5時半からですね、見てみたらちょっと出すぎるぐらい出てるのこの辺は出てますね。こんなに出たら本当はダメなんだよね。まあもうしょうがない、もう出たものはしょうがないんで、でこれをちょっと陰干ししてですね、31日ともみまきのあれにしたいと思ってます。はい、やっぱり表面とか中とかでだいぶ違うのかな。ほらあんまり、ほらこんなに出てますもんね。こんなにちょっと鳩胸ぐらいでいいんですけど、はい、一応このさいがきっていうのもミノル式の田植え機と一緒に、箱なんかと一緒に譲ってもらったんですよね。はい、それまでは風呂の残り湯に一晩つけて、それから今はもうハウスないですけど、ハウスの中に穴を掘っておいて、そこに風呂の湯をじゃんじゃんかけて、で、次の朝ぐらいにまた見てということで、それでちょうどいいぐらいの芽出しの感じになってたんですけど、はい、まあこれはこんなに出るならちょっと1日じゃなくて、まあ気温とかなんとかの関係あるでしょうけど、半日ぐらいでやめるとかそういうちょっと、そういう工夫もしなきゃいけないかもしれませんね。はいはい、そういうことで一応芽出し、もみ種の芽出しですね。で種もみのもみまきの準備が、まあ少しできました。はい、そういうことで撮影は終わります。はい、今午前9時半です。これがバイドですね。これが上から福土用、これが去年の残りで、これが今年買った5袋、追加で買った5袋ですね。去年10袋だったんで、それでいいだろうということで。去年は150箱巻いたんですよね。今年はもう120箱にしようかなと思ってますけど、一応、去年巻いた箱を出してます。はい、これが1箱30箱入りだから、30枚入りだから、120枚ですね。これはまあ予備というか、中の壊れたのがあったら、この予備を使うと。そういう感じでやろうかなと思ってます。はい。で、10時ぐらいになったら、並べるとこを作りに行こうかなと思ってます。まあ、約3時間。で、まあ、どうにか、泥も、折り合っているんじゃないかなと思いますので、作業はできるんじゃないかなと思ってます。はい、もうすぐ午後2時です。ミノル式のもみまきやってます。こんな感じですね。こんな感じ。おお、ちょっと多いな。多いのは4粒入ってますけど、まあ2粒から4粒だからまあしょうがないですね。お、よし。ギリギリだ。ギリギリ間に合いました。よいしょ。こっちも。はい、こんな感じでやってます。やっとるやっと
ここで100。へえ、こんな感じで120枚。あと一山、そこの残り、向こうとそこで120です。はい、という感じでやってました。ということで撮影は終わります。